ひでえ面だな、クライブ。裸じゃないのがせめてもの救いか。黙れ。言い返す気力が残ってるならそれでいい。これからガブと合流する。奴が誰を探してるのか忘れたわけじゃないだろう。それは。お前がへばってる間に奴から知らせが来た。火のドミナントに関して何かしら動きがあったようだ。お前のためにガブは危ない橋を渡ってる。関係ないとは言わせねえぞ。合流場所はキングスフォールだ。支度をしたらすぐに出るからな。この道も昔は人が行き来してたが、黒の一帯が迫ってこのざまだ。誰も寄りつかなくなっちまった。俺の知ってる抜け道の一つさ。ガブはこの先だ。行こう。いつまでふぬけてる気だ。だが、もう考えてみろ、クライブ。俺たちはまだ。ザンブレクの呼び笛だ。近くの砦は唐の昔に放棄されたはず。続きは後にしよう。俺は奴らの様子を探ってくる。お前はガブと合流しろ。いや、俺は。いいか、頼んだぞ。火のドミナントは俺だったのに、ガブに謝らなければ。
Thank you.
取るが何を。そいつを逃がすんじゃない。ガブ、なんだ。おい、例の脱走兵だ。こいつも始末しろ。邪魔をするな。生きて返すな。雷に撃たれるのはどいつだ。クライブ、お前は竜騎士をやれ。急げ。
これでよし。まったくお前らしくもない。こんなヘマしやがって。奴らの頓傷はあさってたら見つかっちまってこのざまさ。だけど二人のおかげでなんとか助かった。ありがとな、本当に。で、収穫は？クライブ、例のクソ野郎の行き先が分かったぜ。ガブ、あれは？やつは今、ロザリアへ向かってる最中だ。従者とな。この目で、ザンブレク兵たちとやり合ってたのを見たが、あれは間違いなく、火のドミナントの力だったよ。そんなはずは。クライブ、あの時どういうわけか、お前は召喚獣になった。お前が、フェニックスを殺した火のドミナントかもしれん。だがお前は見たはずだ、竜巻にいたローブ姿のやつを。俺もあそこで見てる。やつはいたんだよ、クライブ。じゃあ、あれは何者だ？さてね、それは分からん。分からんが、全てが明らかになってるわけでもない。きっと何か見落としてる。何を？フェニックスの祝福に誓いを立てて、弟の仇を討つためだけに生きてきたんだろう。だったら自分で真実を掴んでみろ。それから死ねばいい。シド、俺礼を言うならガブに。ありがとう、ガブ。いやいや。渡り鳥を見かけませんね。黒の一帯の影響が広がっているんだ。急がないと。明後日にはロザリアに入ります。もう一度あの地へ。そしたらあいつ、巨大な火の竜巻を出したんだ。そいつはすごいな。ああ、また俺が話を持ってると。クライブ、彼女、
目が覚めたわ。そうか。うん、言ってやれよ。さて、俺には野暮用がある。グッズ、出かけるぞ。ガブ、お前もちゃんと見てもらえよ。おお、肩の傷が痛む。死んじまいそうだ。え、何なの？ちょっとな。ほら、早く行こうぜ。チル。本当にあなたなのね、ジル。クライブ、生きてたのね。君も二度と会えないかと。体は大丈夫か？ええ、クライブが助けてくれたってタルヤさんから聞いた。まさか君だとは。驚いたよ。なあジル、よければ話してくれないか？なぜ鉄王国に？あの日フェニックスゲートが襲われたと聞いて間もなく鉄王国が攻めてきた。エルウィン様を失って混乱していた時よ。ロザリア軍は一方的に敗れたわ。そればかりか、奴らは女子供を連れ去って。それじゃあ君もその時に。このままおもちゃにされて死ぬんだと思った。でも鉄王国についていくらもしないうちに私は芝の力に目覚めた。何もかもが突然で。鉄王国における召喚獣の扱いは戦の道具だと聞いたことがある。ええ、その日から私はさらわれた人たちを盾に取られ、兵器として生きることを強いられた。君までドミナントに。え？クライブ、聞かせて。一体何があったの？すべて俺がやったことだ。そんな、あなたが召喚獣になってジョシュアを。現に俺は火の召喚獣に権限したんだ。そしてこの手でジョシュアを。クライブ、俺はあの日の夜、そうだ、あの男、俺に何か。何と言ってた？見つけたぞ。何をだ？クライブ、行きましょう。フェニックスゲートへ。
あの日から全てが変わった。だからちゃんと知りたい。もしもあなたの言ってたことが本当だったのなら、私が一緒に受け止めるから。ジル、俺は。わかった。なら、その服を着替えないとね。ここ、私の部屋なの。盛り上がるなら、よそでやって。ああ、すまない。後でね、クライブ。出発する前に、支度を済ませておくか。支度を整えるわ。クライブ、また後で。あんたがいつまでもここにいると、彼女、着替えもできないんだけど。また何か入りようかい。ここを出る。世話になった。死人よりはマシな面になったじゃないか。あのお嬢さんに感謝しとくんだね。あ、そうだな。旅支度なんだろ。新しく仕入れた品でも見ておいき。いいかい、のたれ死ぬんじゃないよ。ガブに挨拶しておこう。なんだ、出ていくのか。ああ、ロザリアへ行くつもりだ。やることが見つかったんだな。クライブ、今のロザリアはお前がいた頃と違って随分荒れてる。困ったことがあったらマーサの宿って宿場の主人を訪ねてくれ。あの人は仲間だ。シドの名前を出せば力になってくれる。そうしよう。世話になった。ありがとう、ガブ。よせよ、俺は仕事をしただけさ。そんな大層な礼なんて。じゃ、元気でな、クライブ。シードのやつ、こんな時に限って出かけてやがる。戻ったらよろしく伝えてくれ。わかってるさ。ごめんなさい、待たせて。よし、行こうか。ええ。ロザリア、13年も経つのね。この風、青草の匂い、本当に久しぶりだ。一度も戻ってないの？ああ、ザンブレクのベアラー部隊では互いを監視し合う。裏切りや脱走があれば殺せるように。とても抜け出せなかった。それだけじゃない。戻るのが怖かったんだ。クライブ、でも戻った。
君と一緒に。マーサの宿はこの先の高台にある。まずはそこを目指そう。そろそろ人も増えてくるわね。俺のベアラーの刻印が目立つかもしれない。しばらくの間俺はベアラー兵、ジルはその主ということにしよう。